け。社長おめでとう。耳が払ったもん。耳がクリームだらけ。髪の毛パスヌード持ってくればよかったね。そうだね。腕で食べる。あ、鼻食べた。実は自分の鼻食べた。大ちゃんの方が食べ方上手。リサ、鼻のドラマ。綺麗だよ。皿洗わなくてもいい。サブが湯が汚してる。はい、おしまい。ありがとう。なんかちゃんちゃんまたボロボロこぼしてるね。人間だけじゃなくて。人間じゃなかったのって。よかったねんてね。